小野です。酒井です。どうも、天の声を務めさせていただくマイケルです。よろしくお願いします。どっからどっから、はい、マイケル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 天の声です。マイケル先生、はい、よろしくお願いします、はい、こんにちはこんにちは。喋らせていただきます、はい。まあ、これ3回目の収録ではあるんですけれども、新鮮なリアクションをありがとうございます、はい。まあ、あの、はい、うん、先ほどね、はい、この収録の前にデッサン甲子園の好評というものを取ったじゃないですか、うん、はい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 。甲子園を見て思ってたんですけど、うん、これ本当に甲子園見たくなってったら、うん、すごく面白いんじゃないかなと。本当に甲子園というとというと、うん、まあ、例えば、うん、本当に開催中にカメラを置いて実況がついてたり、うん、ライブでどっか見れたり。あ、なるほど。より描いてる絵を描いてる横で、はい、なんか別室で、はい、別室で酒井さんと俺が顔がでかいですねとか、離れたとか離れて見てる立った今みたいなっていうのを、まあ、できたらなんていうか。甲子園ってもはや大人たちが盛り上げようう、ね、盛り上げようとしてる。いやいや、そう、ね、すごい素晴らしいアイディアが盛り込まれてると思うんですよ。なかなか難しいと思うけど、でも難しいよ。見る側に立ったら、うん、面白いですね、はい、見ちゃうね。それはそうだけど、うん、はい、高校生だよ今。どちらかというとコンクールじゃないですか、うん、あれ。まあそうですね、うん、甲子園になったら楽しいんじゃないかなと、うん、あのなんか割とこうデッサンって制作している最中ってすごく密室じゃない、うん、そう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 、野球とかみたいなショーじゃないもんね。 そ, う、うん、そこが難しさですよね。そうですね、うん、あの編集した後でもいいと思うんですよ、うん、あのライブでやらずともなるほど、ね、実況動画を作るとか。あ、なるほど、ちょっとその制作中の雰囲気を少し伝えるとか、はい、うん、僕あの今回デッサン甲子園制作中をカメラ持って回ってたんですよ、はいはいはい、アトリエの中を、はいはいはい、かなり熱気みたいなのを感じたんですよね。あの見たい気はしますね、うんうん、緊張感あるよね、やっぱありますね、うん、受けようかなとか迷ってる人だったら余計見たいかもしれないですね。うん、そうですね、あの緊張感ってないもんね、コンクールって。なんかこうキュッとなるような。そうですね、まあ、試験はもっと俺キュッとなったんだけど、ね、本当の試験は急レベルじゃなくてバチですよ、ね、キュキュキュって本当の試験の中継あったらいいのになってでも思ったことある。あ、本当、うん、そしたら見ちゃうなって。あ、見ますね、うん、あとここでガーゼが出ましたみたいなそんなことやるの。ガーゼだーガーゼだガーゼだみたいな、うん、4B です 4B がみたいないやいや盛り上がらないよ。そう、ね、やりすぎですね。いや、あの喜ぶ人はごく一部いる。ごく一部マニアですよね、うん、でもなんか今、うん、知らない人が知る機会になるのかなとか、今喜ばない人が喜ぶ人になる可能性あるのかな面白いかな。全く見えないけど未知数ですね、うんうん、ステッドラーに持ち替えましたみたいなそんなのもうだからそのぐらいマニアックな方が面白いじゃないですか面白いですね、うん、そうなってくると、うん、この今日の参加者で、うん、唯一カッターですみたいな。あ、目立つよ。私はずっとカッターですみたいな。早い、ちょっと古風なやつだね。すごい黒い歯のカッターが出てきたぞ。何この動画面白いのこれ。ねえ、このいやいや、まあごくごく一部です。ごく一部確実に楽しめる雑談ですね、うん、急に質問コーナーが復活したと思ったら、こんなマニアックの話。質問は何だ。質問は何だ。これですこれなんだ。どうですか。あ、どうですか。それはいいんだけど。なんちゃら甲子園ってでもいっぱいありますから、ね、まあある、うん、ある。なんちゃら銀座とかと一緒に、ね、なんちゃら銀座なんちゃら銀座は最近聞かないですか、ね、あ、そっか、そうだね、確かに最近聞かないわ。意外と今のあの19、20歳とかの子に通じないことってすごい増えてきてて本当にちょっと話脱線するけど、はい、いやいや、だからそもそもさ、うん、やっぱり僕らが、うん、あのやっぱ高校生ぐらいの頃の甲子園大会って、うん、やっぱりもうスターじゃない、うん、だちょっと今の人たちの甲子園大会の野球球児は、うん、うちらの頃の、あの球児のスター性とはちょっと違うのかもなとも思う。なんか、ね、日本中が野球見てる感じっていうのは昔やっぱあったんだけど、今もっと多様化しちゃってるから、うん、野球は別に見てない人ってすごい多いなとも思うので、うんうん、あのデッサン甲子園の甲子園って何ですかっていう人も出てきそうだなとちょっと思う。あれお茶の水でやるんですよねみたいな、あのそう甲子園でやるんじゃないんですよねみたいな、なんで甲子園なんですかみたいな言われそうだなと思う、キョトンと、うん、あと
この年の予備校の先生あるあるで、うん、なんか野球で例えてはみたいな顔されるそうなのはみたいな僕もねつい野球で例えて小野さんに止められてるそうそう通じないよ通じませんよってやばいそうだそうですねつい野球で例えちゃうそうそう、うん、バッターボックスに立ってとかって、うん、まずその言葉知らない可能性ありますよって何かもなのって思ってる可能性あのそうホームランを狙えとかねそうそうそう作品作るのにもうそれ自体がもうダメなんだホームランヒットくらいは分かっててほしいですけどねいや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 違うもので言い換えないとそう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 昔はさほらプロ野球も巨人戦が必ずやってたからテレビで、うん、もう今そういう時代じゃないでしょう、うん、そうそうそうもっとやっぱ野球の位置変わっちゃったなと思ってそう、ね、そうなん今はね有料放送で皆さん見られてますからね、うん、なかなか日テレで見ることもないですよね違うもので例えていきましょうそうという結論を知ってましたデッサン講師をやりますそう、はい、あの違う例えが出た時は叱ってくださいどうやって叱るんですか分かりません野球は分かりません, かりません、はい、お叱り、ま、お待ちしてます何の話だったんだ甲子園なんですよ、まあ、雑談ですね、はいはい、今日は以上になります、はい、それではまた次回ですそんじゃねありがとうございました。